よろしくお願いします。ドルトムントとアトレティコ見ていきます。今日はちょっとこの解説の野口さんは非常に戦術的でいい解説者なので、俺は今日はあんま喋んないと思います。眠いんだよ。そう、アトレチコが青なのは、なんかアウェーカラーで、青なんだね、今季は。アトレチコのアウェーカラーって、初めて知ったけど。まあ、一回ぐらいは見たかもしれない。なんかソシエダっぽいなって思って、なんか言った記憶が、去年の秋ぐらいにある気がする。これ、モラタ右で、グリーズマン左かな。これちょっとわかんねえわ。なんかさ、もう、午前中風強くてめちゃくちゃ大変だったわ。今も風強いもん、ビュンビュンなってるもん、さっきから。あとはね、お風呂のね、給湯器がぶっ壊れて、業者が午後に来るので、ちょっと、急に止まったりとか、動画を止めたりとかする可能性があるので、そこはご了承くださいね。2時間に収まらない可能性があるんだよな、これ。俺の動画キャプチャーが、画面キャプチャーが2時間までしか持たないので、多分ハーフタイムに野口さんの戦術解説とかそういうのも多分垂れ流すから、多分終わらないんだよな、2時間じゃ多分。あ、で、今、なんか、フェデックスの CM が一瞬入って、キックオフ前のところですね、アンセムが終わって、なんか今、ブラントがなんか、サイドステップして、なんか、ウォームアップして、今、グリーズマンが映ってるところ。今、審判が映って、そろそろキックオフかっていうところですね。今始まって、今8秒、9秒、10秒っていうところですね。一緒に見てくれる人は、一緒に見てください。多分フォーメーションはこれで合ってねえな。エルモーソとアスピリクエタ、これ逆だろう。やっぱグリーズマン左でモラタ右か。サンチョがね、右でどうなんだろうと思ったけど、サンチョ割といいんだね、右ね。アデミサンチョまた時間で入れ替わるのかね。あ、ちょっと腰が痛いから、ちょっと寝っ転がるわ。そうね、マートセンの偽サイドバックはちょっと控えめな感じな立ち上がりだね。ファーストレグめちゃくちゃ中入ってたもんね。
お、いやー、アスピリクエタか、今、ブロック。いや、もういきなり決まったと思ったわ。で、ちなみに俺はもう結果は分かってます。なんですけど、まあ、分からない体で見ます。まあ、もうさすがにみんなも結果は分かっちゃってるだろうけど、隠す必要はなさそうだけど、一応ね、まあ、いろんな人がいるので。モラト行くか、これ。外すんかい。モラト外すんかい。てか、シュロターベックの取られたところ、ちょっと軽率な感じでしたね、今。確かにね。打ってくる。おお、デパウル。やばい。試合はめちゃくちゃ面白そうなんだけど眠くなってきた。くそー。やっぱり50キロはきつい。野口さんは何を言ってるんだ。
何セットプレイのマークが面白かったのかな。ああ、ちょっともうそんな細かいところまで、ちょっと今日は俺はあんま見れない、多分。全然もう、バイトから帰ってきて、バイトの頭から、オフのモードに切り替えられてないから、今。そうね、基本的にアドリフコンをシメオネは狙って0-0出せる監督でもあると思うので、まあここまでのリトリートは全然してくるだろうなとは俺は全然予想はしてたけど、ただ2分くらいでね、いきなりザビッツの決定機あったから、あれがねちょっと不安、なんか不安というか、ちょっとこの試合の行く末をなんか占う上ではちょっとねかなりわからないなっていう感じだし、その後もモラタのカウンターもあったし、全然最初の15分でお互いシュートゼロとかもありえそうな感じのファーストレグのスコアと両チームの対戦だなとは思ってたけど、お互い決定機があったからね、もうね。ただシュート自体は全然お互い増えてるわって感じはないよね、まだね。てかほんとさっきのモラダの最初のやつ決めてれば、だいぶアトリコ有利だったね、これね。きっと多分ね。もう
うまい。うん、フィルブルクの落とし前よかったね。今14分10秒ぐらいの時。全然もう、俺は今日はあんま喋らないって言ったけど、ちょっと寝てたんだよな、今一瞬。この見てる体勢も良くねえんだろうな。今寝転がって見てるからさ、多分それで寝ちゃうっていうのもあると思うし。前半終わったら一回寝ようかな、俺。なんだ。ここでアトリスコはそろそろちょっとカウンターもう一本見せときたいけど、まあ、クリアしかないよね、ここまで引いてるとね。あったっけ？もう忘れちゃった。おお、打ってみろ。なんだろうね。アトリコ結構、この守り方をしてる時のアトリコって、ほぼ相手にシュートを許さない感じのイメージなんだけど、なんか割と許してるし、ってか、ドルトムントがやっぱいいのかね、これね、今のね。今のクロスもよくフィルクルクの頭にピンポイントだったな、今。リエルソンか。ん？脇腹を気にしてる？ビセル？
モラタは決めときたかったね。あ、俺今日この話をずっとするかもしれない。なるほどね。今のマート戦の失った後の要請の速さとか、三丁のポジションになったが良かったのかな。まあ、野口さんがそういうんだったらそうなんだよ、きっと。スベン・ベンダーとシャヒーン、かっこいいね。そうね。今23分になりました。
いやー、デパールうまい。これ誰だ？これモリーナが今の。パス受けたのモリーナっぽくない？モリーナだよね。ウィングバックだけど入ってきたね、あそこね。なるほど。ジョレンってあれか、奥のサイドのあのソックス下げてるやつか。ちょっと眠くなってた今。やばい。いや別に試合がつまんなくて眠いっていうわけじゃないからね。単純に俺が寝不足で眠いだけだから。
眠れじゃんの脇か。お。ちょっとコーベル、これフンメルス危なかったな。うまい。とフィルクルクがね、ワンタッチで落とすのが今日いいかなって俺は個人的に見てんだけど、どうなんだろう。うわー、ナイス、白タベクか今。今のはちょっとモラタのね、体の使い方がめちゃくちゃうまかったよ。さあ、ザビザ。うーえー。ヒメネスか？いやー、フンメルスうまい。いやー、素晴らしい、ブラント。いや、これ大きいね。
で、こっからアトレティコがどういう変化をしてくるかっていうのがちょっと楽しみだね、個人的に。あ、で、いいじゃん。今マート全開行ったの。まあ、モラタがさっきだいぶ体の使い方うまくキープしてカウンター起点になってたから、それもあっての今のシュロッターベックのファールだろうね。 モラタふざけんじゃねえ、何やってんのてめえこの野郎っていう顔してたけど、シュロッターベックはね、ちょっと守備緩いところがたまに露呈して負ける時があるので、ドルトムントがフィードはね、いいんだけどね、フィードとか縦パスとか対角線の右サイドにつけるロブとかは最高にいいんだけど、多分対人守備が弱い時がある。ドイツワールドカップじゃねえや、カタールワールドカップで浅野が最後決勝点だったっけ、ドイツ戦。あの時並走してて、浅野がなんかニア上抜いたシュートも、あの時並走してたの確かシュロッターベックだったと思うし。いや、打ってくる。ちょっと軽いところがたまにあるんだよね。いい時もあるんだけど。
ええー、マジか。マート戦、今日どうした？今日めちゃくちゃいいじゃん、マート戦。ああ、パスしてんの、ザビッツァーがあれ落としてんの。いや、ファーストレグの失点のミス、帳消ししたね、マート戦、これも。いや、うまいね、ちょっとね、ドルトムントね。アスピリクエタとコーベルがぶつかった？コケのクロス？これ。ああ、確かに足は入ってんだよ。完全に、まあ、フォロースルーみたいな形でガンって頭蹴ってるけど。蹴ってはないのか、まあ、足がぶつかったっていう感じかな。ああ、リルソンイエロー。ちょっとアスペリクエタは、まあ、この展開もあって、後半リノに交代かなと思ったけど、ちょっとね、今の突破とかでイエローをリエルソンに出させるんだったら、後半も出るかもね、アスピ。
エルモーソにイエロー。フィルクルクに収まってそこからの展開っていう感じの流れも今作れて、その中でのアデーに対するエルモーソの感じとして、やっぱフィルクルクがね、割とそんな目立ってないようでいいところで収まったり落としを入れたりとかして、それをかん、なんか許しちゃってるわね、アトリエコがなんからしくねえなと思うんだよな、俺。これフィルクルクにマンツーつけちゃダメなのかな。
全然喋れてね。ちょっと一旦終わります。俺はちょっと一回寝ます。はい、おはようございますじゃなくて、なんだっけ。まあ、おはようかんな感じか。もう一回昼寝しちゃったからね、俺。20分寝ようと思ったら、30分以上寝ちゃった。なんか20分か30分の昼寝がいいらしいので、皆さんも、ぜひタイマーをしっかりかけて寝るようにしてください。でも後半はそろそろ始まるのかな？います。モリーナに、モリーナ下げる？くそ、寝てて、寝ぼけてたから、この、エンドチェンジをやるの忘れちゃったよ。ビツェル、ヒメネス、モリーナ、リエルソン、ヒメネス、デメジャン、ショルタベック。で、オブラク、ここで、コーベル、ここ。バリオスが入る森のだって。バリオス24だっけ？ねえ、マルコス・ジョレンテ便利だね。ほんとね、こういう時ね。2枚変えた？ 3 枚変えてんの？ちょっと待ってくれよ。追いつかねえ。全然追いつかねえぞ。まず、モラタがいない。で、コレアが入ってる。コレア。で、あとは、アスピに変えてリケルメ。リケルメ、なんのしょ、ファーストリーグ良かったんだけど、リケルメ。どうだったっけ？なんか最近俺がアトレティコの試合見て、ああ、ビジャレアル戦だったかな、リキルメが良かったのって。おお。フォーメーション合ってるかな、これで。さあ、リケルメ。おー、うまい。おー、ショートフックスライディングしたね、今。
おー、入った。コーナーからか。これ大きいね、アトレティコ。まあ、フンメルスの王になんで、これエルモーソの得点なんのかな。あ、公式記録みたいな、フンメルスのオウンゴールになってた。まあでも、まあどうだ、まあクリアできたかもな。いいディフェンダーだ、いいディフェンダーとかいうか、うん、クリアできないような、しょうがないオウンゴールではないようには見えたね。でコーナーキックになるちょっと前のシーンだけど、やっぱフィルクルクにあのヒメネスががっちりついてって、あのフィルクルク倒れたっていうシーンがあったんだけど、あれ見る限りやっぱフィルクルクが、やっぱフィルクルクの方行かなきゃダメだろっていうところ、多分シーンの声かけたと思うんだよな。うまい。いやー、うん、あの落としすごかったね今。あ、そうか、ビセルはそうか、ドルにいたね。うん、やっぱファーストレグと多分結構違うのが、あのマートセンがやっぱファーストレグはの前半とかビルドアップの時に中に結構入るっていうところが目立ってたけど、今逆に敵陣で攻め込んだ中でそれをやるから、それが多分アトレティコにとっては嫌なんじゃないかなって思うし、まあ、そういう形でマートセン点取ったしね。ここでやっぱ自陣ではやっぱ割と開き気味に普通のサイドバックとしていく。まあこれ繋がんなかったけど、これ繋がったとして、あのザビッチャーとかブラッドとか絡んでった中でハーフスペース取りに行ってっていう感じの形に変えてるから、これがねファーストレグと全く違うようなやり方で、まあセカンドレグの終盤もやってたのかな、まあですね、もうちょっとあんま覚えてないから申し訳ないけど、うん、まあやり方が変わってるっていうところで、うん、まあテルズ監督がしっかりね修正できてるっていうところがいいね。ただ1点返されたからまだ全然わからなくなってきてるけど、デパウル、うん、あ、ちなみに今52分35秒になったところです。なんかデパウルのクロスがゴールライン割っちゃったところですね。なんかデパウル見てるとなんか昔のベッカも思い出すんだけど、この髪型というか風貌が。
サンチョトラップうまかったね今そのマート全部パスちょっと無理じゃねと思ったけど、サンチョ全然うまいね。さすが10番です。うん、コケがブロック、よいやー見ましたか、シュロッターベックのスルーパス、スルーパスというかフィード、あれがあるんですよシュロッターベックには。でさっきもね、よくスライディングでアンヘル・コレアかなんかの、コレアがバデパールがバリオスか忘れたけど、いいスライディングで止めてたよね。さあ今度決めるか、ちょっと合わない、いやシュロッターベック、だいぶやっぱほんとコレアとバリオス、リケルも入ってだいぶ変わったね試合の流れが、流れというか展開が、よりアトエコが出てくるようになったことによるドルトムントへの攻めもまた勢い増したし、すごい面白くなったね後半ね。
シリアでは、あまり活躍ができていないというふうに批判の的にもなっています。末松も2枚イエローカードをもらって退場。スポーツディレクター、それからプレゼス監督も少しアレイに復元をお伝えしました。試合が終わった後にはドレッシングルームでメンバーに謝罪をしたと思います。ありがとうございます。今週はディレクターが飛び出そうという、それを今、目の前が非常に大変だと思います。左下です。ブランコ。エメさん。引っ掛けました。グリーズマン。ネパール。相手のところで沸かしている間に、あふれ込んでまいりました。ロボトミンコの良さが出ましたけれども、ファールになりました。なかなかここまで、こうやって突っ込んでという位置がつながっていますけど、ここのファンコミュールは、見事にデザインの圧力をかけましたけれども、ここはファールでデザインが良かったなというぐらいのファールのシーンですね。あとから取られますと、ゴールが一人試合でしたので、カウンターで一気に出てくるというところのエリアですから、今のは助かりますね。ありがとうございます。今度はアトレットが背後に出ます。さっきのデパウルのボール取られたのがあれ、ファールかな。で、今は白食べくないぞってね。ちょっとね、さっきのザビッツァーがデパウルからボール奪ったのが、ちょっとね、ゲーゲンプレスっぽかったよね。ゲーゲンプレス前世紀ドルトムントのプレスを見てる感じだった。サポーターもこれは求めてるだろうからね。もうね、バリオスが左にいる。オーディパウルか。今62分になったところです。そうね、モラタなんで外しちゃったんだろうね。まあこれはいいけど、正直、まあ俺の見立てというか見る目がないのかもしれないけど、グリーズマンが何やってるかわからないんだよな俺。グリーズマン何やってる、さっきから。モラタコレアのツートップってダメなの？なんか繋ぐ人がいなくなっちゃうのかな、リンクさせる。でもそれデパウルとバリオズがやってくれそうだよね。ちょっとグリーズマンに注目しようか。あ、うまい。他奪われなかったね、さすがに。あれでグリーズマン奪われたらもうさすがにもうお話にならないレベルになってたから。俺の中ではさあ63分、毎分やろうか。何分になったか。そうだね、ちょっと喋ることがなくなってまた俺眠くなりそうだから、毎分気づいたら何分何分って言おうかな今日の試合。お、いやー、リケルメ、リケルメいいね。しかしドルトムントン頑張ってる。フィルクルグにね、結構当てられてるんだよね、この試合ね。何の試合だったかな、なんかドルトムントブレーメン戦かなんかだったっけ。なんかフィルクルグにほぼボールが渡らなくて、あ、レバークーゼン戦だったかな。お、打ってくるー、これやだ。うーわー、マジか。
えぐ、これはえぐ。ちょっと今のはすごかったね。ドルトムントも、なかなかの守備を見せてたと思うけどね。ちょっとそれを上回るクオリティというか、少しの運もあっただろうし、コレアの能力もあったし。ガブラントのところ取って、コレア、デパウル、あ、グリーズマンのパスも良かったかな。さあ、アグリゲート逆転、また。あ、CL は初ゴールなの、今季。ワンゴールイン。10ゲームスって書いてあった。うん。あ、デイミに変えて、バイノア。バイノー君来ちゃうよ。ギッテンスって入れようかと思ったけど、俺はバイノーで行くわ。バイノー、ギッテンスまで入んないのよ。あ、ちなみにずっと思ってただろうけど、あの、マルコス・ジョレンテも入らないので、マルコス・ジョレンってなってるから。これね、マルコス・ジョレン。入んない、4、8文字しか入んないのよ。まあ、普通にジョレンテって入れればいいじゃんと思うかもしれないけど、なんかね、なんかマルコス・ジョレンテはなんかフルネームで言いたくなる。うん、お、バイノ、うん、ヘディングはあんまり印象ないからね、バイノ。やっぱ地上戦の方がっていうところはあると思う。これからヘディング上手くなってきたら、なってくるかもしれんけど。うん、そうだよね。うん、俺も野口さんと同意見かな、それは。なんだっけ、ファーストリーグヘディング惜しかったのブラッドのヘディングだったっけ、最後。さあ、67分20秒。お、サンチュ。リケルメのファールだったのかな。リケルメもどちらかというとウィングバックやってるけど、あのウィンガー気質の選手だったと思うから。いや、これファールか、今見直したけど。ハンドだったのか。本当だ、思いっきりハンドだった。全然ちゃんと見れてなかった俺、リプレイが。すんごい分かりやすいリプレイがあったのに、それを見てなかった。さあ、ブラントの FK。打ってくれ。うーん。お？
なんかエムレジャンがセンターバックなんてさ。あ、なんかこれ入りそうな気がする。全然入んなかった。グリズマンがクリアしてった。シュロターベックとね、ブンメルスね、いいんだよね、守備な。ファーストレグもそうだったけど。ブンデスリーガでは割とフンメルスもシュロターベックも、えっていうような守備がなんか、あった気がするけど、フリクルク？いやー、ちょっと。とやりますね、フィルクルクさん。今日の出来で言うと、フィルクルク正直ゴールなくても結構よくやったって言えるレベルのパフォーマンス俺してたと思うよ。落としうまいし、収まってたし、ヘディングでの落としもやってたし、ゴールも決めますか、フィルクルク。とかやっぱザビッツァーとブラントがやっぱいいね、このインサイドハーフね、二人。ヒメネスが触ってないこれ。あ、普通にフィルクルクだった。いや、素晴らしい。素晴らしい。サダビッツァ打ってくる。いや、やっぱザビッツァーですよ、このチームは。正直メンヘングラドバッハ戦も見てたけど、ザビッツァーを休ませねえのかっていうふうに思ってたけど、あれだね、なんか解説のチョンテセデさんが言ってた時あったけど、やっぱあんま休みたくない選手ってやっぱいるらしいのよね。休むと調子悪くなるっていう感じ。試合に出続けてた方がコンディションが良くなる選手っていうのがやっぱ一定数いて、ザビッツァーはそういう選手なのかもね、もしかしたら。ボランチでめちゃくちゃ運動量あるけど。
ブルートレートが目標が立ち上がるすれば、その点を取った5分から10分絶対に成功する。我々はチャンスがあるのはそれとも、プロは成功した後に2人スコアが動いてます。うん、そうね。ただね、こういうところでね、ドルトムントまた失点するんじゃないかなと思ってしまうチームではあったと思うんだよね、過去のあれを振り返ると。8万人すごい。なんかマルコス・ジョレンテが今日ちょっとおとなしい気がするんだよな俺。マルコス・ジョレンテも真ん中にセンターフォワードみたいな位置にいる。やべ、バイノー・ギッテンスが守備してるよ。なんでカメラがなんか謎にアップしてきたよ。なんかマルコス・ジョレンテすごいアップしたけど、カメラも同じこと思ってるのが、マルコス・ジョレンテが元気ねえぞっつって。誰、アドリアン・ニーニと。また新キャラ出てきたの。うん、バリオス。そうね、前半から言ってるように残したんだよ、そこね。うん、なんかザビッツァ下げねえんじゃねえかな。多分ザビッツァよりブラントを下げた方が、この試合を勝つ上ではなんかいい気がする。ただ、ザビッツァも今後も使いたいってなった時、ザビッツァが怪我するとかは本当ありえないんで、それ考えるとザビッツァ下げた方がいいんだよね、多分。フーメルスがいいんだよな。デアクラシカーでもよかったからね、フーメルス確かね。
フルクルク、フルクルク。今シュロッターベックからだった。まだ。なんかアトリコがあんなに簡単になんか裏取られるっていうのなんか珍しい気がするけどね。ロッターベックのやっぱ持ち出しうまかったのかな。プレス誰も、コレアのプレスが、アトレティコはもうちょっと、この3センターバックいらないんじゃないかな。4バックにした方がいいんじゃないかな、アトレティコ。バックになってる？なってないよね、多分ね。マルコス・ジョネットどこ行った？マルコス・ジョネットいなくね？そうだよね。ずっとマルコス・ジョネット消えてるよね。俺もずっとそれ思ってたわ。まあ、消えてるという、まあ、消えてるし、あんま存在感ないんだよね。もっと存在感ある選手だからね、マルコス・ジョネットって。普段は。うまい。うわー、サンチョの何今の。ヒールがなんかでちょっとトラップするなの感じ。誰だった？デパウルに変えて？サウル？パウル下げるんだ。てか、ハーフタイムに3枚も変える必要あったのかな？アトレスコ。このトラップしびれだね。ヒールしたのはあれフィルクルックか。
あ、できるように切った。あ、やっぱ4にした。やっぱそうだよね。するよね。え？あ、リケルメが？リケルメ右。サウールが左ハーフになってる？バリオスコケのツーボラ？バリオス多分サイドやらないよね。そうね、サウールが左っぽいね。エルモーソが確か左サイドバック入ってた試合、俺見たことあるので。ツーボラってこと？エズちゃんは6か。エズちゃんが6。ザビッツァが右に入る？いや、ザビッツァそんなもんな。ブラント右行ったかな？こんな感じかな。うわー、ザビッツァいいキックするね。ザビッツァ両利きなんだっけ？どうした、アトリスコ。いや、でもこれエズちゃん入れるタイミング良かったかもしれないね。なんかさっきマルコス・ジョレンタが右のサイドバックの位置で受けて、右のサイドバックの位置で、右のサイドバックなんだけど、今は出しどころないよって言って、多分中盤厚くされてうまく消せてたんだろうね、パスコースの中にね。いや、それが急に、おお、いや、フィルクルクのね、何なんだろうな、あいつ。ほんと味方の位置を正確に把握して、でもフィルクルクがそういう、ね、落とし湯のプレーをやってくれるから、常にフィルクルクの近くに誰か一人いる、誰かいろっていう、そういう指示があるんだろうな、多分。フィルクルクのところに出かけて蹴って、なんか多少ラフなボールでも、ヒュイってすぐに、近くの味方にすぐボールが渡るから、あれがあるだけでだいぶ後ろの選手たち楽だよね、攻め込まれてて。陣地回復すぐできるし、ちょっとでも。ボイス使うんだ、ここの、この展開で。
ブラント変えるか。やっぱザビッツァ変えられないんだね。ザビッツァちょっと休ませてあげた方がいいんじゃないかなと思うんだけどね。怪我しそうなんだよな、ザビッツァ。ロイス右がいいのかな、そのまま。なんか右に行ってるから、そうだね。さあ、まもなく90分。今90分になりました。ロイスのキープよ。ヒメネス上げてんの？これエズちゃんのあれ。まあでもエズちゃんもちゃんとね、なかなか若干サブキャストっていう感じの立ち位置ではあると思うんだけど、今季はザビッツァーの好調もあって、エムレジャンはね、なんかいつも、なんか怪我とか累積がなければいつも出てる印象だし、でもそんな中でもしっかりと自分の役割理解して、遂行できているというのは素晴らしいんじゃないですかね。うん。ロイス偉い、追いかけてる。いや、フィルクルクのポジショニングよ。アイズちゃんいい。サマート戦。いい。3敗の。いや、ジョレンってここで強さを発揮。よく残したな、今のも。Thank you.
いや、ドルトムントの勝ちということで、セカンドレグね、4対2で、2戦合計5対4で、ドルトムントが、準決勝に進出ということになってきました。いやー、ドルトムントね、強いんだね。よくわからないチームになってきてるけど。うん、確かに。コーベルのいいセーブとかあったっけ？もう忘れちゃったやん。じゃあこのまま試合ハイライトと野口さんの総括まで見ようかな。シーンを飛ばします。ワウワウで見てる人は、ハイライトの画面まで、すっ飛ばしてください。センターバックがこのパス出すからね。ブラントもいいんだけど、俺ザビッツァーの方がね、攻守にわたっての貢献度っていうことを考えると一番貢献してんじゃないかなと思うんだよね、ザビッツァーが。ゴールも決めてるし。
というところを角度も難しいですけども、もしかして早くタイミングを取ってタイミングが良かったですよね。これで2試合合計逆転に成功したドルトムント。ただ後半の立ち上がり、エンド変わってアトレット、コーナーキックからエルモート、最後はクリエルスのオールオールになりました。これで勢いを今度は一番交代で追いついてるという状態で追いついてますから、これで2試合合計3対3になりました。さらに57分のアトレット、ボケからの縦パス、うまく反転したアンケル・コレア。あ、これか、コレアのこのシュートのセーブか。いやでもこれ単純に枠外してない？まあでもコーベルのあの動きによって枠を外したっていう、そういう見方か。うん、まあでもリケルメがシュート打ったところのシーンでアデーミが途中で戻るのやめてんだよね、あれ。あれアデーミ戻ってもいいと思うんだけどな、今リプレイで見返したら。アシストもしてるし、実質俺ブラントも確かに良かったよ。うん、つなぎの面でも本当にいろんなところリンクしてたし、安定感は感じたけど、基本この試合のマン・オブ・ザ・マッチザビッツァーだと思うんだけどね。良かった。そうなのか、野口さん的にはそんなにブラントがいいんだ。まあブラントももちろんいいけど、かなり俺どう考えてもザビッツァーの方がいなくなる。ザビッツァーとブラントどっちがいなくなったら痛いって、俺ザビッツァーの方が いなくなったら痛いと思うんだよな。ザビッツァ12キロ。コケ13キロも走ってるの？
チーム両監督、しっかり采配が見事だったこと、あとはその入った選手が、やはりそれに応えて、チーム状況をガラッと変えましたよね。うん、まあ、そうですと、本当に後半の立ち上がりから、アトレットは東海選手がうまく働いてましたもんね。お前たちは本当できれば監督としてはしたくないのあるリーグだと思うんですけど、はい、それぐらい追い込まれていたと思うんですよね。まさにチーム全員総力戦となりました。ファーストレグ、セカンドレグでした。それでは両チームの今後のスケジュールを確認しておきます。この試合が終わりますと、今度は中4日で、週末にリーグ戦、ドルトムントは先日優勝を決めましたレバークーゼンとのゲーム、まあ、ドルトムントもアトレットもトップ4入り、ここがかかってますので、リーグ戦も非常に野口さん、大事ですね。大事なんですけど、まあ、勝ったドルトムントからすると、当然疲労はあると思いますけど、勢いとか、まあ、前向きなポジティブに使っていけますよね。さらにその次もライプツヒ、勝ち点で並ぶ相手。うん、レバークーゼン、ライプツヒとやって準決勝か。面白そうだね。西川周作に聞く世界最高峰事件の世界、ちょっとこれ楽しみだな。ああ、ファンアップ全然やってるんだよな。
じゃあ早速終わろうか。なんでグループステージが出てこないんだ俺。あ、出てきた。決勝は6月2日か。やっぱ常連って低いね。 6.9 か。ビゼル 6.4、 まあ4失点したからセンターバック陣は低くなるのね。ザビッツァ 8.4。 ほらな、ザビッツァの方が評価の高いだろ。ブラントも良かったけど、まあでも確かにブラントのあの先制ゴールはやっぱ確かにでかかったかもね。あれでスタジアムの雰囲気ガラッと変わったもんな。ガラッと変わったというか勢いづいたというか感じかな。うん、でフィルクルクがやっぱ良かったと思うんだよな俺。うん、ロイスは短いから評価点なしか。ああ、シティマドリーはあの俺はね録画してるので延長戦まで見なきゃいけないのは大変だ。お疲れ様でした。また何かあってたら見てください。お疲れ様でした。バイバイキーン。